ヒューピタ。にごみさん、どうしたのそれ。くっついてくるね。どうしたのそれ。ね、お出かけ行く。素敵ですね。お、近い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 。かわいい。素敵ですね。今準備するから、準備したらお出かけしよう。よし、行く。活発ですね。ねえ、みちゃんおはようって言っとく。はい。いいですね。今ポツポツと雨が降ってきてしまいまして、予定としてはこの広山公園からすぐ隣のね、大崎公園っていうところまで歩いて行って、そこの景色も楽しみつつ、大好きな食堂、丸和食堂というところに海鮮を食べに行こうと思ったんですけど、今日の天気的には午前中は曇りで、夕方過ぎぐらいから雨みたいな予報だったんですが、今ポツポツ来ちゃいまして、こうなるとこっち側の気候の場合はもうだいたい雨に寄りがちになっちゃうので、ちょっとお散歩の継続は諦めて、ランチスポットに行ってみて、テラス席しかベッド OK じゃないんで、ベンチが大丈夫そうだったらランチをするというような感じにしようと思います。うん、こみちゃんも変わらず楽しそうに歩いています。このぐらいの雨だったら雨も気にしない。ポツポツぐらいです今は。これがザーザーだと走り出す、ね、うん、走り出す、ふざけんなってなりますんで、怒られない程度に遊ばないといけません。おじさん、それ何ですか。これはイヤリングとは呼びにくいですね。何ですか。あれ、まだついてた。あ、ついてた、まだ。よし、じゃあ取ってもらおう。見えなかったね。うん。よし、お昼食べ行こう。バイクな日だし、あの外装工事しちゃってるし、全然無理だ。無理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 だ、無理。お昼ご飯をどうするか試案していきたいと思います。雨は今のところ止みました。
さあどうするか。オープン。おー、イエイエイ。ジーリーは初めて見るじゃん。あれいる？いないね。小梅さんね、2日前ぐらいからちょっとお腹が緩くなっちゃいまして、今朝はだいぶもう戻ってきたんですけど、昨夜のご飯は、昨夜お母さんが作ってくれたご飯はね、このように消化のいい状態のお野菜なんかを入れて作っていただきました。ありがたい。久しぶりに味見してんでたね。
これでずはい、これでおしまい。何やしまい、何かあれね。おい、じゃあゴミちゃんうちで待ってて。はい、どうぞ。いやー、いいか、えい、おい、お留守番よろしく。今日もフルーツ丼、ベビーチーズはクモンベール、ホットレモン。仕事から帰ってきました。クミちゃんはどうかな。あ、すぐ行ったな。はい、ただいま。ただいまちゃん。クイ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 。おむつすんの忘れてた。あ、よかった。そんなに。あ、ちょっくも。ちょっぴり濡れた。むつの焦ってたんだ、ウッテさん。ごめんね。うん、ごめんごめん。でも、うんちもおしっくも大丈夫。ああ、大丈夫だった。うんち出てね。うんち出てね。ああ、よかったね。よかったよかった。ええ、かいちゃん。くい、くいよ、これ。くい、くい、くい、うん、くい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 、ええくい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 はぁ、ういふい、ういふい、ういうん、ごつっと出ちゃうね。うん、うん、ただいま、ただいま、おぉ、優しい、おぉ、優しい、注意してくれるの優しいね、ありがとう。10秒超えまーす。栄養ドリンク。こういうの飲んでても下痢になっちゃうときはなっちゃうんだ。そこが難しいところ。はい、食べる人。はい、か。はい、待ってね。はい、どうぞ。鼻についてるように見えるけど。違いました。おしっこだと思います。
おー、いけちゃん。素晴らしい。舐めなくていいよ。いや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 。いけちゃん。お待ちください。お待ちください。よいしょ。今日のお昼は、昨日のね、海鮮を食べ損ねた思いが溢れてしまって、スーパーで海鮮丼を買ってきてしまいました。そして残り物のお味噌汁。まみちゃんは食べれません。いただきます。おいしい。海鮮丼ってなんかいいよね。こんなにいっぱい海鮮が乗ってるっていう感じもしないんだけど、ちゃんとお魚欲が満たされる、刺身欲が満たされる。意外とスーパーの海鮮丼の中で、チラシの海鮮丼ね、チラシじゃないやつのってちょっとね満足度が低い時があったりするけど、チラシタイプはだいたいどこに食べても満足度高い。だからついついスーパーで買う際はチラシタイプをチョイスしてしまいます。うまい。今日は川村活躍できたかな。この前すごかったんだ、フェードウェイの3にノーレックパス、あれかっこよかったな。クミちゃん食べれませんよ。やりました。発酵あんこに甘酒をミックスして、発酵あんこのちょっと甘さの足りない部分を甘酒で補ってみました。うまい。もちろん餅のど詰まっちゃうよ。About opening night, yes. How exciting that was, how exciting the last couple of games were. And I know if you need to be there. I know people will say, yes, you're missing John.
バッチに刺されたみたい。ゆっくり、ハチに刺されたよ、痛いよ。足裏をハチに刺されたよ。踏んだり蹴ったりってやつかい、これが。なんだい。いきなりハチに刺されたよ。痛いよ。あ、このちゃんかわいい。このちゃんかわいいね。お父さん、ハチに刺されてるけど。コミちゃんは可愛いね。うん、素敵だね、それ。あ、もうドレスじゃなくなったの、落ちたの。うん、ちょっと待ってね。うん、散歩行くよ。ちょっと待ってね、足裏がやばかったら大変だけど。地面にいたのかな。ここら辺だけど一体大丈夫そうだ。うん、痛みは収まってきた。よかった、危ねえ。久しぶりに蜂に刺された。いやー、かわいい活躍だったね。よし、散歩行ってきます。今日のお出汁は昆布水。昆布と乾燥した舞茸が入っています。ちょっと待ってね。はい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 、ちょっと待って、ちょっと、まあ、セッティング中じゃないの。セッティング中なのに。かわいい。早いよ早いよ、まだセッティング中なのに。うん、早い早い。はい、ありがとう。コウメさんの下痢がちょっと夕方うんちょそしてないんでわかんないんですけど、だいぶ解放に向かってきてるかなっていう形で、今日は若干の食物繊維を多少通常に戻していくような感じにしていこうかな。昨日はお母さんがね、結構消化のしやすい野菜類しか入れないような状態だったんですけど、今日はほんのちょっと穀類とか野菜も季節に合わせてレンコンとか買ってきたんで、これを入れつつ、まあそれでも
若干お腹に優しい感じに作り上げていければなと思います。腸内細菌検査をやったらね、小梅さんは食物繊維不足ということだったので、食物繊維はできる限り増やしてはいきたいんですけど、増やしすぎてもまあまた今ね下痢だったりもするし体調に影響してきちゃったりもするので、すごいやっぱバランスって難しいなって思いますね。今日はこれちょっとひじきを今入れてみました。はい、こんにちは、おいしくないっすー。ギャラ必要いらない、いいか、うん、じゃあ休んでどうぞ。あれ、あ、ちょっと、あ、ちょっとなんか興奮してる、ね、あちゃん崩らないよ。お母さんが帰ってきて多少興奮しております。崩れ終わりましたか？はい、どうぞ。はい、どうぞ。そんなに寒くないか。今日あったかいね。今日あったかいね、ありがたいね。湧いて瞬間に入んできます。おやすみください。うん、今日の蛋白はお魚。これはサワラだったかな。よかったです。しゃがんでやるのは難しい。寒天をちょっと入れときます。ケリピーちゃんにはオクラですね。今冷ましてやるから、起きたな。うん、お腹すいたね。うん、あともうちょっとだけ待ってて。はい、お待たせ。よいしょ。うん、はい、よっしゃ。OK。 うん、はい、おこぼれ。おい、トチイエーイ、トチイエーイ、いいか、はい、食べる人、イエイ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 。
やいやいや、おいちゃん止まってたよ。よし、はい、素晴らしい。こみちゃん、どうぞ。うー、近い近い。うんうん、うん、青りんご、うん、うん、変に甘くない。よし、うん、かみさん楽しみ。ちょっと待ってね、今トッピングしてるからね。お腹が緩くなっちゃった時にはね、このプロテオっていうやつが成長にいいのでサプリとして愛用しています。これを入れると一気にご飯が緑色に変わります。そしていつものトッピングと。こみちゃんのお腹の揺れはちょっとずつ収まってきてるかなっていう状態になってました。今朝のお散歩では。はい、こみちゃん、またっせー。ナイスー。はい、お座り待てー。マジだよ。よし、おー、素晴らしい。こういうお腹が緩くなっちゃった時に食欲も落ちちゃうと困っちゃうんですけど、コメさんはそういったことがないので非常に助かっています。きっとお腹が緩くなっちゃったのは骨を楽しみすぎちゃったかなっていうところかなと。結構コメさんは骨の髄を摂取しすぎるとお腹が緩くなりがちなので、この前の骨も長時間楽しんで髄の方までだいぶ食べちゃってたのかなっていうふうに今ちょっと反省しております。もうちょっと時間の制限をしないといけなかった。夢中で食べてるとついついね、長時間楽しんでもらいたくなっちゃうんだよね。休憩どうぞ。このモードになっちゃった。うん、うん、冬ですね。冬ですね。さっき手足マッサージしたじゃない。楽じゃなかろう、これほど楽じゃないのにね。かわいい、もうかわいすぎるな。癒された。うん、またね。じゃあまたね、行ってくるね。めっちゃ色づいてるね。ちょっと落ち着いていただいてるか。絶景は落ち着いています。雲がゆったりと流れてます。綺麗ですね。これまた買おうかな。11月だよ、君たちもう休みなさい。いいんだね。
ウォーギブデータ。よいしょ。アリク。よし。よいしょ、髪巻いて。髪巻いて。うん、じゃあ甘酒のモックとお召し上がりね。はい、あったかいやつだよ。はい、ごちそうさました。口見せて、ゴミちゃん。ゴミちゃん、お口見せて。おー、ゲップした。